南口な瀬駅は東京都町田市南な瀬せ一丁目にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH22。東京都にある JR の駅では最南端に位置する。東神奈川駅発着系統と横浜駅経由で根岸線に直通する列車が停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。傾斜地に作られたため。 駅舎はホームの下に位置している。このため、北口から見ると高架駅のように見えるが、南口から見ると地下駅舎のように見える。町田駅管理の JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅でスイカ対応自動改札機指定席券売機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は14,285人である。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り、神奈川中央交通東、山和営業所により、路線バスが運行されている。この地区は、1889年3月31日まで、存在した、ナルセ村の村域であり、周辺地区名もこの村名から取られている。ただし、ナルセ駅は、旧、ナルセ村の南西端に近く、隣接する旧小川村。 旧かな森村、旧高が坂村まで歩いて10分ほどの距離であるのに、大使、旧、成瀬村の北端まで約1時間を要する。元来の成瀬村の中心地は、成瀬街道沿いの町田消防署、成瀬出張所、東京都立成世高等学校、篠野目寺などのあたりであった。成瀬駅及び、成瀬駅北側の地名は南成瀬である。これだけ見ると、 なるせ駅の北側が南ナルセというのはおかしな感じであるが、南ナルセとは、旧、ナルセ村の南部地区という意味合いであり、なるせ駅南側はナルセが、丘という駅開設後に付けられた地名である。愛原八王子間の駅を除くと、横浜線の駅では東駅と町田駅だけが、飛び地のように、東京都の駅となっている。また東神奈川方面の隣の駅である、長津田駅からは、 横浜市内となるため、特定特市内制度が適用される行き先であれば、当駅からの乗車券を購入するよりも、当駅長津田駅間と長津田行き先駅間を分割して購入した方が、乗車券が安くなる場合がある。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。